どうも、ララノンです。ときめきメモリアルガーズ、もういつも噛む、ガールズサイドフォースハート、続きやっていこうと思います。今日は、ここだね、9月11日から再開です。もうロードの画面でさ、よく出てきてるじゃん。リッチ度が88。あ、クラブ、やめる？やっぱり続けようかな。優柔不断。ちょっと一回寝よう。意外とストレスがね。お！あ、修学旅行だ、修学旅行。長崎へ修学旅行です。いいな、修学旅行。皆さん、修学旅行にはどんな思い出がありますか？今日は団体行動。いろんな名所を見られるから楽しみだな。そうだ、明日の自由行動はどうしよう。どうする？自由行動ってでもさ、もう行く段階で決まってるよね。の。なんなら主人公友達？おはよう。ヒカルとミチルは？あのさ、おはよう。自由行動だけど、うん。誰と行くか決まってるのか？いや、まだ決まってないんだよ。俺はお前とがいい。誘い方、聞く。焦った。妙な間作るな。ちょっと一瞬ごめん。一瞬止まっちゃった。まったく。どこ行きたい？どこ行きたい？長崎ってどこ？どこじゃない？長崎ってどういうとこがあるんだろう？じゃあどこじゃない？独特な形だよな。粉を引いたり水を汲み上げたり、うん、水車か。なんか伝統的な古民具に通じるものがあるし、アンティークにね、通ずるものがあるからね。俺たちには馴染み深い形だろ。羽ばたき城の風車。大変よくできました。風車もああいう風車とかなんかもとそんなことはないよね。いや、わからない。ごめん、そういう生い立ち系は何もわからない。鐘の音まで聞こえてきそうだ。でもなんか鐘屋とかもありそうだよね、ここね。長崎のオランダ村。長崎行ったことないからな。沖縄と西洋のお城かな。でもこういう異国感ある場所好き。施設内が一望できるらしい。あ、いいね。天守閣みたいだねって。そうかもな。お前ほんと羽ばたき師が。確かに、もう例えが全部もう地元。地元のさ、あれに似てるよねっつって。オランダの天守閣に参ろうか。地元愛強いんだね、主人公。あまり私地元愛ないからな。みんな地元大好きですか？楽しかった。俺いいな、長崎行ってみたいな。そうかなら誘ったかいあった。でもまだだ。明後日もあるだろ。あ、そうか、明後日も自由時間結構あるね。決まりだ。修学旅行ってこんなに楽しいんだな。まあ、修学旅行はいい思い出であってほしいよね。またここ親心。なんか常識かわかんないですけど、修学旅行って長崎か広島どっちか行きますね。あ、また沖縄か。3つ？私はちなみに広島でした。これは常識なのかわかんないけどね。名所を見て回ろう。男子の大部屋ずいぶん賑やかだな。気になる。何してんの？夜の定番じゃないかな。行こう。そういうのはもう行きたいよね。私もドキドキしてきた。ミチルなんか意外とこういうの好きなんだ。なんで来た？仕方ない。俺の後ろに隠れてろ。すごい緊迫した雰囲気。ほらこっち来い。絶好の的になってるぞ。修学旅行の伝統行事、枕投げだ。伝統行事かわかんないけど。お前は俺が守る。やばい、急にここでかっこいいこと言われましても。なんかここですごいかっこいいこと言われましたもんね。よし、負けないぞ。よーい、負けず嫌いが取れない。当たってた。一休みしましょう。それなんなん？一人なんなん？座って、ね、あ、必殺技か。そこの。やだ。必殺技何これ？おお。りょうくんの必殺技も。何これ？何これ？痛い。やばい。めっちゃ食らってる。
よしよし、当てたったぞ私また全く食べてない。そこのあんた、いやちょっとまた私も使いたいよ。素直に乗ろ、くらえ。あ、なんか投げた。お、なんもないよ。すごくない？なんだっけ、負けたら乾杯だから、圧勝圧勝。今一瞬出てこなかった。はい、そこまでだ。三影先生。三影先生だ。無駄な抵抗はやめて、俺も混ぜろ。ノリのいい先生だな。静かにしたまえ。消灯時間はとうに過ぎているはずだ。まあこれが本当ですよね。やべえ、教頭先生だ。みんな隠れろ。どこ、何、隠れろ、どこに隠れよ。まあ、布団でしょ、ここは。布団の中誰かいて、ごめんなさい。まったく。それと三影先生にはたっぷり話があります。かわいそう。はい。子供より三影先生が怒られててちょっとかわいそう。あら、みちる。やっぱりマリー。ほん。よかった、みちるで。逆によかった、みちるで。ほ。消灯後、ロビーで待ってる。の。怒られるでしょ。夜景は夜しか見られないだろう。しかももう堂々と風間くん制服でさ。それにしたって正面突破はなしだよ。ですよね、そりゃそうだ。いらしたんですか。いるいる、氷室教頭の指示で厳戒態勢だ。なんかりょうくんってさ、言葉遣い綺麗だよね。氷室教頭は修学旅行何十回分、いたんですか、何千人の行動サンプルを持ってんだ。どんな奇策も普通に外出するつもりでした。逆に面白いけどさ、無理だ、諦めて戻れ。さすがに正面突破はさせられないよな。よし、行ってこいとは言えないよね。夜なんかあったら困るしね。俺はちゃんと二人で見られた時でいい。おい、12階には行くなよ、そのまま部屋に戻れ。いやもう三影っち優しいんだって。危なくない方法で夜景を見させてあげようと思ってんだよね。だ、完全に怒られるけど。ほら、いいぞ、ゆっくり目開けてみ。おお、すごい。長崎って夜景が有名なのか、全然日本について知らないからな。俺は三影先生に言わないと。すごいね。そういうこと、ずっと一緒だもんな、俺もお前も先生も。確かに、ずっと一緒だよね。多分来年も一緒だよ。修学旅行中もずっと一緒にいてくれて。もうこれ付き合ってるっしょ。俺が小中学校の時に想像してたより何倍も楽しかった。まあそれがでもいい思い出ではある。チュッって言ってますけど、今どこでした。ただの感謝の印。ほっぺ、こんな旅行なら毎月でも。いや待って、いや帰国子女だからもうさ、それは挨拶と言われる挨拶なんだよな。それはでも付き合ってるでしょう。どっちでも同じ、二人で夜景見たり同じ屋根の下で寝起きしてさ。もう風間くんの想像力かなった。夢かなっちゃったよ。続きはさ、また今度。早く戻らないと。そう、確かに三影っちがかわいそうだから。先生が氷室教頭に怒られる。絶対怒られる。なんで教えたんだ、12階に行くなんてっつって。お土産、お土産。なんかでもお土産選ぶのも楽しいよね。もはや旅行のちょっとさ、醍醐味の一つっちゃ醍醐味の一つだよね。でも結局我慢できなくなってすぐ声かけた。ほら、意地悪されてる感じ。早く出発して時間いっぱい楽しもうぜ。楽しもうぜ。行こうぜ。行こうぜ、おかしいけど。丸いメガネだね。メガネ橋、まあ、メガネ橋だからな。名前だけ知ってんだよね。氷室教頭のメガネ想像してたのかよ。細かったら橋にならなくない？あれ細いよね、メガネ。確かに。
教頭先生のメガネも何十年も変わらないって聞いたし、何十年教授さんではメガネ橋と一緒かもな。壊れないのかな。いや違うよ、きっと同じメガネをストックしてんだよ。あれは一つのメガネを使い続けてるんじゃなくて、きっとストックがいっぱいあるんですって。やめろって。でっさいよってなっちゃった。丸メガネの顔が浮かんでくるだろう。あ、そうだ。向こうの護岸に。ハート型の石とかなんかさ、こう触ったら恋愛成就とかそういうなんかジンクスありそう。結構センス良さそうなお店が多いな。最高。カステラ？ハチミツソフト？まんじゅうも最高。最高とか言って。なんか行ったことない場所でさ、知らない食べ物っていうか食べたことないもの食べるのが最高。結局選ぶのは自分だけどな。よし、じゃあ。長崎のカステラ美味しいよね。下にザラメついてるの好きなんだよね。あれって好き嫌い分かれるのかな。私はめっちゃ好き。食感がこう、なんかなんつうの、シャキってなる感じ。ふっとふわふわが来る。あの食感最高。焼きたての香りだな。うわ、匂いがしてきちゃうよ。なんかしないはずなのに匂いしてきた気がするだな。カステラいいね。お土産とかでたまにもらうんだけどさ、あれほんと美味しいよね。食べたくなってきた。通販かな。焼きたてのカステラとかいかがですか。え、最高です。え、焼きたてはでもその場じゃなきゃ食べれないやつ。引っかかったな。限定フレーバーだって言うからさ、並んでた。限定フレーバーとかあんの。すごい。え、どんな味あるんだろうカステラ。お前のいいところだ。ごめん、全然機嫌悪くなってなかったから全然。うん、それと限定品か。これも。風車型のチャーム。あ、もう風車に続きだろ。結構成功にできてるよな。俺も気に入って。お揃いじゃん。お揃いだね。ありがとう。時間かけて選んだ甲斐あったな。なんかいろいろもらってばっかだけどいい？代わりに蜂蜜ソフト買ってこようか。なくなっちゃう。ちょっと冷たいものとかも欲しかったりする。私が羽ばたき市に到着。素敵な思い出がたくさんできたな。いやでも修学旅行が楽しい思い出だったっていうのはいいことだよねって思います。そして魅力が足りません。どうしよう。9月か。なんかイベントあるかな。ここに、あ、文化祭がある。いや、やっぱ今ここでちょっともう部活諦めますか。また次の来世で来世で部活変えます。来世で休みここ2回あるから、どっかちょっとデート誘おうかな。スカイラウンジ、ショッピングモールの屋上にスカイラウンジ最高じゃん。行こう。ジュエリーマリアが初出店。宝石を使用したネックス高そう。スカイラウンジ、ショッピングモールね。オッケー。ショッピングモールにさっそ、おっと。風間くん、もしもし、いい？いいに決まってるだって。いいね。なんかそれ電話かけて、なんかやっぱさ、デートに誘う時ってやっぱちょっとドキドキしながらきっと電話するじゃん。え、今ちょっといいかな。いや、いいに決まってんじゃん。もう最高の返答だよ。そしてどこだよ、ショッピングモール。ここか。まあ俺も思っ、あ、よかった。嘘ついてどうするんだよ。以心伝心。おお、どうしたの？ちょっと質問。空いてる。埋まってても風間くんとの。イベントチケットあるんだ。あ、行く行く。何見るの？待ち合わせ。オーケー。まあ俺たち。そうだよ。まあ待ち合わせ場所には来て。すぐ会えた方がいい。じゃあ楽しみにしてます。待ってます。え、すごい誘われるようになってきた。嬉しいね。今まで誘ってさ、なんか振られるかもみたいな感じだったのに。デート行きます。今9月、服もないんだったらもうこれ着てく。ウルトラセクシーねえ、これセクシーなの。ちょっと待って、ごめん、ちょっと待って、ちょ、わけわかんない服着ちゃった。ちょっと待って、わけわかんない服着てる。これキュートなん。わからんわー、マジで。あ、できた。なんか寒そうだけど、まあいっか。ウォーム半分まで来たら9月ならいっか。9月まだ暑いかな、もしかして。あ、失敗かも。
いや、でもたくなんだよ、風間くんまだ上着着てるから。いいから。まだじゃないな、やっぱりいいな。よし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 、そんなに似合ってたら目離す。頼むから変なの引き寄せるなよ。そう、結構変なのいるからね。びっくりするぐらい変なの。時間間に合ったな。間に合ったね。間に合ったの？わかんない。お前の感想が楽しみだ。後ろですごいなんか微笑ましくこちらを見ているマダムがいる。わ、サーカスか。いいね、楽しそう。サーカスは見たことある。あのワンニャンサーカスとかも。え、私はもう最高だったねしかないんだけど。ああ、よかった。思った以上だった。まだ大丈夫なら。よし、寄り道行こう。どこへ。あ、もうすぐ好き。あ、ホタルのセミか。ここに来ると一緒に来た相手の心の声が聞けるらしいけど、こないだのってあれさ、心の声だったのかな、喋ってたの。ね、青触ったからピンク触りたい。これが心の声だったんだね、きっとね。ここ蛍の住処だよな。なんかバラの香りしない？バラ植えられてるのだよな。お前はバラの香りってキャラじゃないし。じゃあどんなキャラ。もうって言われたって、俺の中ではお前の匂いはずっと焼きたてのクッキーなの。え、それはどういう、それはどういう意味？美味しそう。嫌なのかよ。お前小さい頃はクッキーみたいな匂いしててさ、俺は好きだったの、ね。え、わかんない。クッキーみたいな甘い匂い、甘い匂いってことかな。これはいい意味なのかな。イギリスでもよくクッキー焼いてもらってた。どういうこと？かっこ悪いけど本当の話。これが心の声なんだね、本当の話。クッキーみたいな匂い、どんな匂い？そしたらいつの間にかさ、焼き菓子全般が好きになってた。焼き菓子が好きなんだ。根っからのスイーツ好きってわけじゃねえの、お前の記憶がそうさせたんだ。やばい、めっちゃ影響力あるじゃん。頼むな。あれ、バラの匂いしなくなった。ミチルたちの呼び方変えたいけど、ミチル以外なんかチルチルミチルになっちゃうじゃん。絶対ダメだよね。ひらがなミチルにしよう。ミチル、カタカナからひらがなに変えたの。気づいてくれた？放課後ティータイムね。あ、やった。でも名前変えたからじゃない、これ。ひらがな呼びにしたことにより OK もらえた。お前に聞いてほしいことあってさ、うん、シモンの品揃えどう思う？もうちょっと欲しい。え、多分買い物には行ったことあると思う。この間店長に聞かれた。新規のお客様を獲得したいって。ちょっと種類が少ないかな。それは嬉しいけどさ、なんて言ったらいいか難しい。俺は今のお客様を大事にした方がいいって思うからさ。もちろん常連のお客様も大事よね。何も悩まないのにな。何人事っぽく言ってんだよ。ん？これはもう私も一緒にやるぞ的なやつ。絶対そう、ね。どうしよう、服装。これ別にでもさ、これ変えるだけでいける気がする。ほら。単純。もうなんか服、絶対おかしいけど、もう何でもいいわ。とりあえず、ちゃんと小悪魔になってるから。本当はもうちょっと本当に可愛い格好にしたいとこもある。難しいね。私が思う小悪魔を作ってみたい気もするけど。どこが見たいんだ？ね、スカイラウンジが行きたい。了解。見つめるあり。ん？見つめて、あ、ダメだった。居心地悪い。なんだよ、いい感じかなと思ったね。羽ばたき士が一望って見つめるはまだ早かったか。大げさじゃないな。水平線が光って見えるよ。ちょっとはしゃいだりとか、飛び跳ねんなって。なんかちょっと普通じゃない発言の方が喜ぶ気がする。まあまあ微妙でした。目は見ちゃダメなんだな。なんか目を見られるの、そうだ、目を見られるのは嫌だって言ってたな、そういえば。ん？ん？だ、よく聞く音楽にしよう。向こうではクラシックか対響にいいっていうね。でも違う、そういうことじゃない。あんまクラシックって聞いたことないんだよね。
そうか。今はおじいちゃんの漫談とかラジオ CD よく聞いてる。全然音楽から外れて、音楽ではなくなったけど。ない、私も同じく。ダメ。何も言ってない。わかんだよ、お前の考えてることは。そんなこと言おうとしたの、主人公。なかなかの無茶ぶりぞ。毎度バカバカしい話を。乗りツッコミ。確かにそのうち多分やってくれるよ、このノリなら、りょうくん。もう帰りに話があるわ、だから告白なのよ。お前と一緒にバイトするようになって、もうそうだね、もうだいぶ2年、1、じゃあごめん嘘、1年くらいか。なんでそんな感じなんだよ。それは同感。なんか二人で店やってるみたいな錯覚。お店いいな、楽しそう。普通にアルバイト代ももらえる。シモンには感謝だな。すごい。でもお前を指名するお客さんも増えてきてるしさ、俺たち二人で。めっちゃ夢が広がってるね。その時はシモンから離れた場所に出店しないとな。もう完全自信満々、シモンのお客さんもこっち来ちゃうしみたいな。そろそろ違う人ともなんかデート行った方がいいかな。これ誰の誕生日？あ、花粒ばき姉妹ね。どうしようかな。とりあえずりょうくんは多分誘わなくても誘ってくれる気がしてきたから。ここ頑張って勝手に買い物行こうとしてる。わあ、遊覧船。リンカじゃないや、リンカイ公園に登場。素敵。遊覧船か。乗ったことある。ないなーって言おうと思ったけど、遊覧船はあった。嘘だった。七つ森くんとかも誘う。もうなんかもう一択で行ってもいいかな。ちょっと初めはもう完全にメイン攻略のりょうたくん一択で行って、2回目は誰にしようかなみたいな。2週目は考えようかな。ちょっとあげる。これ休みの日にやると結構上がるんだよね、これ。ほら。今思い出したんだけど。ありがとう、ランチの誘い。嬉しい。行く。これを断る意味が分かんない。断る意味が分かんないとか言って。断る必要なくない？だって全く。あ、何、今日は珍しいじゃん。そういえばおじさん、二人ともカルボナーラじゃん。五郎先生。そう。私に？マリンに会いたがって。そうそう。光たちにやきもち焼いてた。だって光たちは前、昔は入り浸ってたみたいだけど、今は教頭先生が怖いみたい。あ、理事長とおじさまが一緒に怒られてるとこ。え、そうなんだ。見たことあるよ。理事長。何をしたんだろう。カルボナーラも美味しそうだった。上に乗ってる葉っぱ何。七つ森くんはもう七つ森くんでしか許してくれないと思う。ほら、メガネ曇ってるし。何か。あ、いいんだ。いいけど。今絶対断られる流れだったじゃん。いいんだ。ハバガクのどっかにあるらしい。うん、2種類あるんだけど。なんでだよ。じゃあ。別に全然怖くねえって。教会の地下にある巨大プラントは現在も稼働してるらしくて、でそこで今進められている劣等生改造の新プロジェクトがな。ダメ男はいい女に、イケてない女はイケメンに、名付けて両極端改造プロジェクト。全然怖くない。もう笑いしか出てこねえよな。ただマジでできたらすげえけど。そういうなんかゴシップ系好きな。風間くんに電話しよう。もしもし。ありがとう。いいに決まってる。嬉しいよ普通に。ここで臨海公園の臨海公園だったはず。とりあえずなんか話題スポットに連れて行こうと思ってる。あ、俺も一瞬でしょ。どうする。もう少しだよね、多分、リョウくん。ちょっと質問。
じゃあさ。いいの、またうち家行っていいの。素敵な部屋って言ってはダメだったから。オーケー。まあ俺たち、そうだな、すぐ会えた方がいい。じゃあなんて言えばいいんだろうね。次違うでも選択肢だよね、きっとね。で10月だからそろそろ少しあったかい服になってもいいかなって思うんだけど、今あったかい服がなくて、これだと暑すぎない。あ、これでもいける。いやいや、ニットにそれ重ねる。絶対重ねないよね。これじゃなきゃダメなんだ。まあ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 、いいでしょう。洋服の種類がそもそも少ないからね。近所の公園。やべ、危な、これ覚えてなかったら怖。どっちも。え、違うよ、ここだよ。だって、家だもん、今日。今日じゃん、今回。あ、びっくりした。間違ったかと思ったじゃん。悪い。大丈夫だったか。はあ、よかった。たく。そりゃ、だから。よかった、行こう。行こうぜ。よしよしよし。やっぱりいいな。まあ、なんか明らかにおかしい感じの服でも、OK くれるからいいか。風間くんの服もなかなか気になるもんで、それどこの写真？いいな。そうだ、昨日作ったクッキーでも食べるか。勝手にお茶入れるのもどうかと思うから、うん、ティータイムだね。はいはい、紅茶も欲しいんだな。大丈夫でした、いい感じでした、よかった。今年の文化祭、いいね、ファッションショー。私たち手芸部は今回はいいね、パーティードレスか。高校生からもうドレス作れちゃうのすごいな。あ、もう学祭だよっていう感じ。学祭期間はやっぱりちゃんと文化祭の用意しようかな。上がるし、文化祭やったらほら全部上がる。絶対これ文化祭やった方がいいでしょ。の先に教室は出たけど待ち伏せ。違う、そうじゃない。たまにはいいだろ、違うクラスだった場合で。じゃあお茶して帰ろうよ。いいな、これでさ、ちょっとお茶して帰ろうよって言ったら、いやそれはいいわって言われたらちょっとショック。ん？趣味。そうだ、釣り私も好き。釣りは同じだね。海釣りもやるけど、フライか、難しいよね。俺はフライフィッシングが専門家。私気つっちゃうんだよ、後ろの。お前いじり、子供の頃よりいじりがいがあっていい子に育ってくれて。なんか親目線ありがとう。てんてんてんなっちゃったじゃん。主人公もさすがにてんてんてんになっちゃった今。お、来た文化祭。ちょっと今日は文化祭を終えて終わろうと思います。パーティードレスは大変そう。着るのかな、あ、ナナ君。ねえ、生徒会長じゃないんだ。いかにもって雰囲気なのにね。ねえねえ、メガネ。やばいやばい。いえ、それはできません。バレちゃうじゃん。メガネだけでなんとかごまかしてるのに。あ、呼び出しされてるんで。失礼します。やばい、そんなナンパ的な感じなの。田舎に住んでたからな。女子のナンパは怖い。何言って断っても動じねえ。大変そう。打つ手なし。あんたがあそこを通らなかったらどうなっていたよ。ごめんごめん、ななくん、ほんとごめんなんだけど、後ろのなんかライブってところがめっちゃ気になってる。コントラーメンおばさんず書道パフォーマンスカラオケバトルとか、ちょっとそこがめっちゃ気になっちゃって全然話頭に入ってきてなかった。ごめん。たこ焼きおごるよ。 ありがとう、たこ焼きおごってくれるの嬉しい。救出してくれた俺。さすがにリオくん来た。今年はシモンのお客さんたちに捕まる前に来たよ。風間先輩、よかった。私も。やばいやばい、先輩ってことは後輩が来たよ。楽しみたいです。羽ばたき学園2年の風間亮太さん、職員室までお越しください。敬老会の方がお越しです。敬老会？おじいちゃんの差し金か。みんなごめん、行かないと。
行ってくる。もし回れなさそう。今年も一緒にりょうくんはダメだね。好感度が上がってもりょうくんとは回れないんだね。ちょっと寂しいね。むしろりょうくん回らせてあげて。かわいそうだからおの。そういうの、どういうこと？部門って言うんだ。お前が作ってお前が来てんだろ。やば、それはすごいいい返答です。控えめに言っても最高です。控えめに言って最高ですだって。やば、最高の褒め言葉。さすが海外行ってただけある。自信持ってお前の作品の良さを自分でアピールして。ド直球でさ、その人のことを褒めれる人ってなかなか私的には尊敬。俺も場所取りがあった。照れちゃって言えなかったりするよね。上手に乗せられちゃったって。よし頑張るぞ。最高まで言ってもらったらね、頑張るよね。おーっ、ちょっと、うっわからん。なんか思ってたと違った。なんだろう、何がテーマなんだろう。このドレスはハワイかな。もう十お前の良さは俺が。そうだね、りょうくんがもう最高って言ってくれたから全部最高。これ以上すごいドレスで目立たれても困るんだよ。そうは、ウェディングドレスみたい。あ、そうか、最後にウェディングドレスが残ってるからか。あ、いいと。今年のローズクイーン、実は光見てきたんだよ。3年生だったっけ。来年は私たちがエントリーする番。いやー、ローズクイーンに選ばれたいとこではあるけど。ヒカルたちの学年って可愛い子いっぱいいるしな。こりゃちょっと厳しいかもね。うん、そうだね。ミスコンってちょっと残念かも。無理っぽいなってこと言われてる。いや難しいんだよ実際。だって見て、魅力の低さ68。これはちょっとね、もうちょっと魅力上げに走りますか。遊覧船でしょ、もうここは。分かった、足元注意なら捕まります。 どうした？お前の手もっとちっちゃかったと思うよ、小学生の時。港から見る海ってさ、砂浜とは違った魅力あるよな。本当に海って偉大だな。まあそうなんだけどさ。なんか失敗した。なんか失敗した。分からん、掴みどころがない。何聞こう。テレビ番組でも聞いてみる。テレビ興味ないね。くだらない番組ばっかでさ、特にバラエティ、ドッキリとか、ああいうの見てると嫌な気分になる。でも結構してるよ、私に対して。まあ、過激なのあるね。行き過ぎたらちょっとだけど、私結構好きなんだけどな。誰でも無条件、ほら、世界を釣れ。いや、釣りが好きなだけ。地球食べ歩きシリーズもいい。あー、でもテレビ全然好きだね、りょうくん。食べ物の番組が好きなのはわかる。よし、ということでちょっと今日長めになったんですけど、今日はここで終わろうと思います。まだクリスマスまでたどり着かなかったんですけど、次回クリスマス、そして初詣の回になればいいなと思ってます。では今回もりょうくん甘々だったなと思った方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またねー。